の星。ちょっと待って、痛い、こう。マスター。こんばんは。はい、というわけで始まりました。テスラピランド、イエーイ。イエーイ。テスラチャート、万歳。やったね。アツシさん、こんばんは。ナイロさん、おつぽんずー。ジェイさん、チワー。チワー。メーターさん、お疲れランド。お疲れランド。そう、今メーターがね、遠くから見たら面に見えたの。めめめめ今日はね、携帯で配信してるからさ、コメントがちっちゃいんですよね。こんばんは、ちっちゃいね。ちょっと今ね、ご飯、おしゃれなご飯食べながら配信してる。見えてないね、見えてね、パンケーキのところにいるんですけど、パンケーキ屋さんです。あ、美味しい。パンケーキ屋さんに来てます。なぎさちゃん、こんばんは。エニーさん、こんにちは。トムさん、ハロー。ハロー。ハロー。うん、本当に見えない。は、黒長ヤマシーさん。なんか食べてる。あ、パンケーキ屋さんに来てます。そう、パンケーキ屋さんに来てます。おしゃれなカフェ、下北沢のおしゃれなカフェ。パンケーキ見せてって。パンケーキ。ビジネスね。ビジネスすごい。でも、それはもうしょうがない。パンケーキね。パンケーキ見せたいんだけどね、器が大きい。食べかけ、しかも食べかけ。パンケーキ美味しいね。美味しいね。みんなに食べたね。ゆずちゃん、最高、食べて。これ食べます。全半分ずっくり。でもまあまあ見やすい。けんちゃん、チーズチーズ。カズダキさん、カフェでご飯食べてんの？いいな。うちらもカフェだよね。あ、うちらもカフェ、カフェ。泉さん、こんばんは。ささみさん、こんばんは。みっこんさん、こんばんは。あつさん、そんなの大きいのよ。あ、うねってる。うねってる。パンケーキいいな、いいでしょう。今日はね、ちょっとライブ前に、今日これからね、9時からあの下北沢のライブホリックってところでライブが、なんかね、久々のオフ、オフじゃないの、鳥でね、ライブなんですけれども、それのあの今リハーサルが終わって待機時間なので、ショールームやりながらちょっと夜のためのね、あのご飯を補給してるところ。バナナミルクを、そんな感じ。あ、ゆずちゃん目治った？だって治ったの。なかなか普通じゃない目が。朝起きたらね、もう本当に目がなくて、もうこんな二重幅とかマジで存在してなかったの。これふかふかだね、パンケーキ。すごかったわよ。ありがとうございます。9時遅いな。そう、今日なんか本当にさ、出演時間9時ですって言われた時はマジであのみんな大人になったなって思った。基本的にはランパって。What are you eating? パンケーキ。パンケーキ。パンケーキ and バナナミルク。あ、パンケーキ。バナナミルク。ココア。ココア。ココア。and 水大丈夫ですか？水大丈夫ですか？ and サンドウィッチ。絶対サンドウィッチじゃないんだけど。あ、ワッフル。ワッフル。サクサクサンドウィッチ。あ、優しい店員さん。ゆずちゃんのこのラテンさんめっちゃ可愛いんだよ。うさぎさんなの。トムさん、This pancake is fucking great。 見えない、あんま。あ、見えてる。パンケーキ。Yeah、 good pancake。 食べかけでごめんなさい。 Yeah、 good pancake。 待って、ゆず、これソフトじゃなかったの？これ食べてみたい。ごめん、これつまんでいいですか？うん、 I love it。 ごめんね、生クリームついちゃった。何が乗ってるの？めちゃめちゃ美味しい。何が乗ってるの？これはね、グラノーラ。何が乗ってるのの感じがさ、記載の時だったからさ、うちらって何かに乗ったっけ、すごい真剣に考えた。On the fucking great ice。 今日は食べない、お腹空いてない時には食べない。痩せるかなって、そしたらちょっとウサギがやばいことになって。でもまだウサギだよ。あのね、偶然に、いや、これ絶対見れない、食べないと思う。ま、でも画像、画像の動かしたくないから画像見せればいいじゃん。違う、じゃあ待って、みんな、みんな、カメラこうすればいいじゃん。え、違うの、だからそれさ、携帯、あれじゃん、戻すのがあれじゃん。
このバナナミルクめっちゃ飲みたい。これはすごいですね。うわ、めっちゃ白玉するやん。たまたま入ったね。たまたま入ったパンケーキ屋さんで。こんな感じ。めちゃめちゃ可愛くない？めちゃめちゃ見えてる？見えてる。見えてる。うさぎのラテアートを描いてくださって店員さんが。トムトムなんか似てるね。いや似てないでしょ。でもさ、たまたまうさぎだったのすごいよね。ね。うさぎっぽいね。ちゃんななさんこんばんは。ちょい。わっしょい。ちゃんななどうも。ちゃんななお侍。可愛いよね。ね、可愛い。可愛い。大好き。気配りの女だから。Yes, we love pancake. We love sweets. Tom, Tom, do you like sweets? お菓子みたいじゃん。甘い。かわいい。みんなうさぎに対してのコメントがすごい。みんないいよ。かわいいよね。うちらウサギなんだけど、ね、そう。うちらがウサギだからね、まず。可愛い。だから可愛いんだよ。うちら可愛い。しかし、サワソニ暑かったよね。うん。めちゃめちゃ楽しかった。カレンちゃん、カレンちゃん熱中症で倒れちゃったでしょ。倒れてない。今年はマジ良かったよね。去年まではね、カリンちょっとあの海への耐性がなさすぎてね、うん、暑いとこ苦手だからね。一番びっくりしたのですか、スタッフさんが当日お腹痛くて来れなかった。あ、そう、なんか病院行くから間に合わないかもしれないです、ね、びっくりしちゃった。プロデューサーが間に合わないんだよ。どういうこと、びっくりしちゃった。もしかして髪の毛染めてたの。次の日あったらね、髪の毛が綺麗な感じになってた。でもカリコが美容室行ってる時にね、髪染めて回ってやってたよ。サワさんにはいつもさんなんて楽しいベッドしちゃうね。ほんとにゆず、サワソニー大好きなの。楽しいよね。うん、まずね、サオさんのね、ステージが好きなわけ、うん、でそのサオさんのステージも見れて、しかもアコースティック海の家だったから海も楽しめて、あのサオソニーって結構なんか出演者さん的にも久しぶりに会うファンの方とかが多くて、うん、でそういうのも楽しいし、本当にサオソニー大好きです。スイカ食べなかったの後悔。美味しかったよ。食べてないよ、一緒。避暑地生まれ、避暑地育ちには気づかんだ。どこで？なんか北海道。カリコ長野生まれ。でも、長野育ちじゃない。土地っていう場所があるの。じゃあ、避暑地っていうのは、じゃあ、酒くずだから、酒どこでまた。涼しい場所。あ、全部暑くてってこと。ん？そうだよ、全部暑くて、暑いところ。まで綺麗なお姉さんがいっぱいいる店行ってくるから、また後でね。バイバイ。素敵な話だけどね。誰か見たいな。素敵な。あ、ごめん。誰もグッドモーニングコール見てなかった。トイレに行きましたけど。素敵なお姉さんがトイレに行ってくるから。8月13日武道館アイドル博行くの。あ、そうなの？ミニオンズケンジさん。おお。あ、ミニオンケンジさんだった。ちょっとずい。複数形にしたくて、自分のツーは言わなくていいね。ユーサーとか言うね。ユーサーじゃなくてユーサーって。そう、あのなんとですね、デスラビッツ2年連続アイドル武道館博出ることが決定しました。わーい、すごいよすごいよ。いや今年はね、なんかすごいうちのあのスタッフさんたちが超やる気出てるみたいで、あのうちのやっぱ会社は本当展示会とかやるじゃないですか。だからもう展示会のスペシャリストがいるからとか、さっきあの、うん、今さっきミーティングしたんですけど、今さっき部長とプロデューサーが、いや俺らはもう本当展示会のプロフェッショナルだから、そこら辺は任せてみたいなこと言われたんで、うん、まあ、今年のアイドル武道館はさぞかしいデスラビッツが目立つ場所になるでしょう。ゆずちゃん性格悪くなったじゃん。でもあれだよね、でも展示会のプロって言ってたから。えそういう感激に入れる。そうだよ、3部で遅くないって。どういうこと。あ、あ、そっか、時間かまだ分かんない。なんかね、まだ時間とかよく分かんなくて、みんな3部はいけないんだって。だから1部か2部、あぶね、2部にした。バナナの匂いがする。んずれみたいな。あ、ちょ、こっちか、こっち。 L1 の翌日。うん、そうなの。
特典会だけだと思います。特典会だけです。ライブないんだよね。 あのね、あんまり詳しいことは分かんないけど、まあ、去年と変わってなかったら、まあ、基本的にずっと特典会のブースにいて、あとはなんかショールームみたいな生配信をずっとしてるので、そこになんか出るかなみたいな、そういう感じだと思う。去年と変わんなかったらね、だと思うよ。去年は場所が分かりにくくて、まあ、相当なねアイドルさんも数いらっしゃいますから、うん、まあ私たちはきっとすごい目立つ展示のブースだと思うので、見つけてください。見つけやすいな多分。限定グッズ作ってほしいな。あ、でも限定グッズはですね、聞いてください皆さん、その前日の L1 グランプリの入場者特典でつくんですなんと、うん、あのデスラビッツでチケットを買ってくださった方にはその日限定のラバーボンドをプレゼントいたします。イエーイ。そう、あのデスラビラバ版全然ね1回しか作ったことないよね。ないね、うん、だからあのこんな感じ。え、これまだどこにも出したことないのデザイン。あ、待って、梱包、梱包初公開。そんな感じ、かっこいいでしょな感じの。そうだからグッズはね本当にちゃんとラウイルマンって書いて、間違えてラウドレって言っちゃう。ラウドレって言っちゃう。ラウドレは今週だね。イルマンって書いてあるやつです。はい、なのであのグッズは、はい、その前日にぜひもらいに来ていただければ、うん、当日はなんか、ま、いつ渡すかわかんない、うん、返事がねあの面白いみたいなのもぜひ楽しみにしてきてください。展示会オタクの皆さんもぜひ遊びに来てくださいラブボのデザインもいけてるでしょ。展示会オタクとかいいの？え、ちょっとデザインはって何？その和が気になるね。和が気になるよね。和、もうでしょ？もうだよね、だって割とよくない？うん、ちょっと日本語間違えた。ラババン結構好評だね。ラババンかっこいいな。でしょ、毎日社畜さん。イエーイ。L1 いけるかな、いけるかなじゃないの、来るの来てほしい。お願いだよ、ライダーマンさん。お願い、お願い、お願い。って言ってなかったっけ？あれ？ソラビアユズの来てほしい。来て、え、来る。ユズ、ライダーマンさんは来るって決めてるよ。ねえ、待って、ワンマンのラババンなくしたか嬉しいってなくして。なくすかってどういうこと？ひろたさん。何してん。でもよくなくす。でもゆずもね、今ワンマンのラバ版どこにあるかわかんないんだ。おーい、多分あの一緒に似たんだな、ヒロ。そうだね、あそこの意味、ま、意味ちゃんと机のとこに見ちゃう。チャリコね、衣装の時に使ったじゃん。自分のものどこにあるのかわかんないんだよね、まったく。ママが感じてるのかな。ササラさんの調整中、ね、みんな絶対来てほしいなって。あ、本当に来てほしい。うん、あ、ありがとう。普通の方が美味しいね。うん、肉も美味しい。こっちメープル。お盆時期は自由な時間が。そうね、でもお願い、その日だけでもお願い、12日だけでいいから、お盆は。そしたらもうお願い。半券と引き換えですか。そういうのはまだね、分かんないんですけど、あの、うん、まあもらえるよってことだけちょっと頭に置いといてくれる。なんかね、その配れる場所がまだ決まってなくて、本当だったら当日にそのレニー、結構会場広いんで、出版場所とか、うん、 そうですね、そこで配ってあのみんなでつけてライブ楽しめたらなと思ってるんですけど、まあ、それがもしうまくいかなかったら、その前の現場が多分鳥肌アイドルフェスティバル、うん、あの裏 TIF 的な、そう、もう頭文字はもう全くそのまま TIF っていうライブに私たち出るんですけど、そこの現場でもしかしたら渡せるかもしれないっていうですね。はい、そこら辺はまた今後お知らせいたします。わ、うん、ーい。よくて L1 か18日かどっちかって。じゃあ L1 で。 L1 で、うん、18日って何だっけ。わかんない。あ、カリコン。あー、それはどっちも来なきゃだな。ごめんごめんごめん。自分で忘れてたよ。でも正直自分で18って何って思ってそうだから、まあ、それはどっちも来て。やっぱりさ、冠婚葬祭が大事なように、やっぱりアイドルの生誕祭も大事だし、そういう勝負系のイベントも大事じゃん。パリコ18なんだよ。そうそう、俳句の日でしょ。だんだん、あー、そうなんだ。東高円寺で配るかもしれんのか。そう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 、ゆずちゃんの口から鳥肌というワードが出て、個人的に思うどういうことよ。え、鳥肌立つとかゆうよく言うよね。うん、マジ鳥肌。うん、ゆずよくね、鳥肌立つの。うちの教室さ、めちゃめちゃ寒いのよ、英語。よく鳥肌立つ。カリコさ、カリコさ、感動すると鳥肌立つ。え、ゆずさ、感動して鳥肌立った覚えがないんだよね。それほどまだ人生で感動できるものに出会ったことない。え、てか違う、ライブとか見てて。じゃあ、エミが感動させてあげる。なになになに、
や、遅っ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 、実家に帰らないといけないみたいな、いろいろ大変そうだよね、でもやっぱそれ、だって元ネタあるじゃん。え、違う、なんかライブとか担当したらえ、こんなことが10回出たらブス待って、立ったことあるわ。あるよね、ライブとかすごいって思ったら、うおーってなる。そうなんだね、ごめん、そうなんだ、ね、うおーってそう、そうなんだ、ね、そうなんだ、ね、あータートルトークだ、マジで。ないないない、あのタートルトークのさ、うおー声でかいな、みんなで言ってみよう、うおーでもさ、でもあるよ、スティッチのさ、エンカウンター、スティッチのエンカウンター、スティッチのエンカウンターめっちゃ面白いね。あのなんか本当にあのスティッチのエンカウンターの中にいる人とタートルトークのあのクラッシュの中に入ってる人の才能が欲しい。本当に切実にあの、あのいつもアトラクション乗るために思う。何で、あの面白いの、すごいよね。アロハ、アロハ、トーク力がすごい。アロハエコモンバイ。これ言えないよね。言える？え、だって名前覚えてないもん。4年前ぐらいに、あの代々木だっけ、代々木のなんか今はもうライブハウスじゃないんだけど、え、一緒なの？え、今もライブハウスかな、よくわかんないんだけど、今ライブハウス？その前です。弱りじゃなくてなんかね、あのスタジオノアとかがある方の方向にライブハウスがあるのね。でそこのライブハウスで音楽なんとかそう、音楽代々木音楽どう音楽院みたいな、音楽学院みたいな、でそこでね、ライブがあった時に3人であのトイレに行ったんですよ。でそしたらあのアイドルさんがね、まあそれトイレ入ってるじゃないですか。で手洗ってあの乾燥機バーってやつあるじゃんそのね、うちらがトイレ入った瞬間になんかもそうそう、乾燥機でもう白目よ、白目でもうブワーってやってる人がいて、それもね、そのメンバーさんにやってって言われてやってた最中だったんだけど、ちょうど行った瞬間そのブワーやってる瞬間でマジでやばかった。一回入るのためらって、あ、すいませんでしたってなって、で、あ、すいませんみたいな言われて入って、あ、あ、で、ちょっとあの今まで言ってなかったけど、その後の続き話していい、うん、それでさ、エミが先にトイレから帰ったのそれで、なんかゆずちゃんのかりんちゃんかりこをあの学園に入れないとこうと思って学園の学園閉めた学園の学園閉めたの、ね、で、どんどんどんあれで、あ、閉めたんだけで、こうやってガチャって開けるんじゃん、そしたらボーッと人だったずっと言えなかったけど、あ、すいません、そんなみんなですから、なんか閉めないの、あれ2人じゃないのいいけど2人じゃないと過去形になる子供たちをあの閉め出しちゃって恥ずかしい、喋ったことないのに全然仲良くなれたよね、本当に。あれやばかったよね、マジで。ずっともにずっともになったよ見知らびは果たして浴衣でまともに踊れるのか、びっくりはてな問題って書いてある、はい、え、もう明日言ってんの？あのね、言ってるんだっけ？明日は言ってる、音玉っていうね、あのライブに出演させていただくんですけど、そこではなんと浴衣でライブします。わー、 何年ぶりぐらいだよ、浴衣。しかも浴衣着たのはなんかあのリリーベのビデオ会でしか着たことないから。どこのビデオなんだっけ、高円寺とお茶の水、うん、正確に覚えすぎじゃない、うん、ビレバン大好きなんで。そう、音玉は浴衣でやるのよ、うん、でもね、普通にセットリスト組んでて、普通なの、普通なの普通にセットリ組んじゃって、でもさ、デスラビでさ、動かない曲なんてほぼ存在しないじゃん。だから、まあ、セットリそんな感じなんだけど、だから結構普通の曲だけど踊れないから、いつもよりはちょっと見た、あのちょっとね、でもまあ浴衣のビジュアルでいけると思う。まあまあそう、ビジュアル攻めでいこうかなっていう。そう、浴衣ってことにまず意味があるじゃん。すごい今ね、パンケーキ作ってるみたいで、すごいよ作ってる音が。多分これじゃない、スムージーの氷のことね、スムージーか、コーヒーか、パンケーキでこの、あ、メレンゲさせる、アコースティックじゃないの、アコースティックじゃない、音玉ってさ
あれね、ステージアップの海とか海の前とかじゃないよ。海に浮かされてるスタジオのやつでしょ。じゃあみんな浴衣だからアコースティックだと思ったそういうことね。デステラビーツは浴衣とかなんか仮装とかあんましない。行事ごとに参戦するのが珍しい。あんましないから浴衣も3年ぶりっていう。浴衣珍しい。アイドルさんだったらさ浴衣とか絶対みんな何回も着るけどさ、まあ着ない、ね、首が取れないようにしないとね。そうね、あれってなっちゃう。え、それはないよ絶対ない。あれはない。それはそれで面白いかね。中になんかちょっとふざけていいとか言って。ああ、そうだね。あのなんかさ、それまずあの前のなんか昔のクリスマスの時思い出した。あーね、あれやばかったよね。これはちょっと内緒にしよう。椅子もあるし、ビニールハウス状態でさ、アコースティックだった。誰が誰が音玉スタジオってとこかな。え、音玉普通のさ、なんか小屋みたいなとこ。小屋だよ、マジ。あの虫風呂みたいな、サウナみたいな、そんな感じ。がっつり椅子もあったし、アコースティックでよかったかな。あのね、でもだって30分なんだ。みんなさ、そうやって簡単にアコースティックって言うでしょ。考えてみて、アコースティックはね、まずアコースティック30分やる曲がない、人材がいない。だってバラードは練習時間も足りない。デステラビの曲でバラードって1曲しかないんだよ。そう、うん。であと意味なくね。30分もやるならさ、あのオケでやりたくないじゃん、うん、アコースティックやるならね。でもそんな急なバミリで、あの人材は来てくれないし、うん、そういう完璧なものを見せられない。そう、そういう大人の事情。常にいい状況でみんなに常にそう。でも 100%120% のパフォーマンスを皆さんにお届けしたいわけじゃないですか。アコースティックライブの時も結構ね。アコースティックなんてだってあの、ね、去年の11月10月、うん、にやったんですけど、13日もう相当練習したよね。楽しかった。3回ぐらいあの合わせて伴奏のギターとピアニストの方と合わせて、うん、かったね。それ以外もボイトレでも延々とその練習して、そう結構難しかった。あれは大変だったね。大変だ。でも楽しかった。アコースティックだからね、うちらもやりたいな。アコースティック、うん、やりたいんだけどタイミングがちょっと、まあ、そう。だからアコースティックはアコースティックライブで今後期待ということで、ね、うん、でも今年も一応アコースティックライブ企画してるので、まあ、前11月冬の方なんですけど、ね、なので、はい、そっちもお楽しみにって感じです。まあでもプロデューサーがギター弾くとか言ってたんですけど、でも弾いてくれないみたいで、なんか夢で見たってなった。ツイッター見て、あ、これはマス夢にさせなきゃなと思ってるんですけど、そうそうそう、やっぱり実現させてあげてこその夢だと思うので、そこで手目が覚めて持ってくところ怖って。多分そもそも弾くって聞いてた。いや、そうだって、え、なんか前ね、エミちゃんがソロを歌ったら俺はちゃんと弾くからって、エミが歌うって言ったら弾くよ俺はいつでもって言ったの。言ったの。エミちゃんそれから2回ぐらいちゃんと自分ソロやってんのね。そうで、だやってって言われるかな。しかもサウスにいらっしゃらなかった。そう、しかもサウスになんかちょっと病院だか美容院だかなんか行ってていなかったから。病院だ病院だわ。汚れますね。大丈夫ですね。まあでもアコースティックじゃないんですね。ただ、はい、まあでも浴衣だから結構レアです。3年ぶりだよ、うん、みんな。だって次が3年後って考えてみて。そうだよ、オリンピックレベルじゃん。もはやオリンピックとワールドカップと一緒だよ。そう、フランス優勝したね。え、ね、カリコね、フランスって予想してた。パパもフランスって言ってた。レイもフランス。え、でもママが証言してくれる。え、ママに、え、絶対フランスだと思うとか言って。え、ベルギーだっけ。でもフランスが良かった。ベルギー3位だった。ごめんなさい、え、興味ない。なんか5文字ぐらいの興味はある。コスサマロンビア、興味はある。ロビア、サマロ、サロンビアみたいな。コロンビア、サロ、なんかね、聞きたことない国だったんだよ。サロエボ、サラエボ、サラエボ、サロアチア、クロアチア、全然違う。でも5文字は合ってる。サラエボって街はある。ありますよ、ほら、すごいじゃないですか。だってサラエボ最近事件になってた。だってクロアチア、サラエボ事件、クロアチアって聞いたことない国。サラエボ事件ってあるよね。普通はね、どこのどこにあるか。ヨーロッパ。ヨーロッパ、大きいところに住んでるじゃん。え、ヨーロッパはね、だってそんな大きくないよ、一個一個は。じゃあヨーロッパはもうこれでしょ。これあ、アジアとかなんかでかくない。あれ、あれがアジア。だってヨーロッパにあるやつあるじゃん。
一番あれロシアだわ。え違うよ。もっと大きいやつ。なんとか連合みたいなやつ。だからロシア連合。ロシア連合？あじゃあそれだ。ねえやばい。ねえカリコのことばかって言ってられないよね。でもカリコは割と地理はできるんだ。違う地理は違う。三大なんだっけ？太平洋三つあると思うんだよ。太平洋、大西洋、インド洋でしょ。そう、太平洋とインド洋とかも太平洋の仲間ってか、はい、太平洋とかも太平洋の仲間みたいな。だから、全部太平洋の仲間だろ。あ、サラエボ事件ってさ、そうだ、仮に日本史でやったんだ。日本史じゃない。え、エミはさ、サラエボ事件やったよ。え、世界史やってないよ、サラエボ事件なんて存じ上げない。なんで仮にサラエボ事件知ってんのか。もはや戦前とかまで行ってないもん、今ね。なんだっけな、アメリカ独立ぐらいまでしかやってないから多分モノなんちゃうかな。いやカリコねめっちゃすねんねん。今ユズボストン茶会事件だ。次昭和時代だもん。ユズ今ボストン茶会事件。いやわかんねえ。あそう世界大戦のきっかけ。そうそう、ま、それで習ったカリン。サライボ、うん、声でかくなっちゃう。それで習った。ボストン茶会事件よ。受験生旧ソ連、旧ソ連、ソ連組全然漢字読めないの。こっちやろ。わかんねえよな。わかんねえな。旧ソ連組わかんねえ。わかるよ。わかんねえって名前なのかと思った。わかんねえさん。え、そういうこと。でも多分違うと思う。わかんねえよな、だから。ウケピッピッピッ。なんのコメント読んでんのって思ったけど、自分の言葉なんだ。いろいろと心配だって。大地さん心配してくれてるよ。誰？えみちゃんのことじゃん。えみちゃんでしょ。確実にえみちゃんでしょ今の流れは。じゃあなんか太平洋、太平洋さみたいな。え、3つあるやつでしょ。太平洋1つ。あもう分かってるから。だって太平洋とインド洋のやつあんじゃん。あれ全部答えられなかった気がする。3つでしたっけ海って。日本の周りの、日本の周りは4つある。太平洋とインド洋と、え全然違くない。だと地球はこう丸いんだよ。そこに太平洋。マジガリレオだよ今日。ガリちゃんガリレオだよ。違うわ。日本の周りってか世界的なマップ。世界的なマップ。地球は丸い。でこうやってよく包み込むやつあるよね。タジ、タジ、タジ、ありがとうって。違う、太平洋とインド洋とあのオーストラリアの横にあるやつなんだけど、端っこと端っこにつながってるやつ。え、それ大西洋でしょ。それが大西洋。え、あ、大西洋と、じゃあ太平洋は違うよ。それはなんか、大西洋と太平洋とインド洋と、あともう一個何、海。何の話してるの。海、海、世界にある海。あ、地中海。え、地中海は違うよ。あのこっちの方で世界の海でしょ。世界の地図にマップされてる海。いや、どんなのいっぱいあるでしょ。え、4つしかない。ちょっとさ、大西洋、インド洋。オホーツク海とか習わない。なるほど。オホーツク海、小学校の時の理科とかで習う。理科、あのオホーツク海からの流れで潮がみたいな。それ理科なの。世界海、日本海、日本海、世界海、バルト海、バルト海、バルト海好きなんだよ。あとカリブ海も好き。あの、ね、小テストで覚えやすいのよ。え、カリブ海とかカリブの海賊じゃん。いや、なんかそこら辺ね、ユカタン半島とかカリブ海とか、あのディズニーが続くの。へー、あれじゃん。確かに太平洋と大西洋とインド洋と北極と南極、三つじゃん。なんだ、合ってんだ。ん？え、どういうこと？全然言うもんね。喋ってる意味がわからない。え、どういうこと？世界の海、あの世界地図にさ表示されてる海あんじゃん。うん、インド洋って書いてあんじゃん。あれの話。それ生クリームだよ。アイスこれ。生クリーム。アイスも溶けた。ですか。アイス食べたかったけど。え、みんなと通じないんだけど。え、これアイスだったの。ここにアイスだった。みんなついてきて。もう取れない。奥だ。このね、果実の味しかする。世界の国からこんにちは。あの、世界のキッチンでありそうだよね。え、
歌あるじゃん、なんだっけ、7つの意味ハローボンジュールみたいなやつ、ハローボンジュール日本ジャンボグデンタングベナスタリアスアンニョハセヨサンカティネナマステこんにちはチャオ最後チャオだよ。都道府県全部言えるよ、うん、都道府県言うと多分言えない。北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、あ、埼玉、東京、千葉、神奈川、埼玉、ちょっと待って、神奈川、新潟、富山、石川、福江、岐阜、愛知、岐阜、愛知、長野、岐阜、愛知、待って、岐阜、愛知、あの地図が欲しい、長野、何言ったの？岐阜、愛知、長野、静岡、でしょ？富山、富山。富山言った。四国じゃなくて中国地方、あ、違う、近畿、京都、大阪、奈良、愛知、愛知、違う、待って、滋賀、え、あと何あるっけ、あとね、あるね、まだある、石川、壁がある、奈良、そう、奈良言った、4つ、下に、一番下に、一番下、忘れられた、高知、言っていい、三重、静岡県、三重、三重、三重、静岡県、三重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 、あ、正解、あ、和歌山で、高知、静岡、高知、愛媛、でも下ですよ、高知、愛媛、香川、徳島、石川も言ったよ、はい、中国と四国か、山口、千葉、はい、滋賀、佐賀、広島、もう横5だよ、中国5個で、山口、あと広島、何言った今、山口の広島、広島の上、山口は広島しかないよ、日本海側、人口が少ないと有名よ、え、でも中国と四国は言える、砂丘、砂丘、大阪、鳥取、あともう一つ、あと二つある、はい、一番人口が少ない、はい、島根、島根、はい、はい、岡山、福岡、大分、鹿児島と、あと、バラバラ、本当にマンゴー、沖縄、熊本、宮崎、はい、県なんだっけ、九州は全部そのままなんで、あとはあとは福岡県は福岡市、山口、うん、です、わかんなかったら全部言っときます、まだないです、すごい、三重県津市、おお、よく、大津はどこだっけ、だよ、ね、滋賀が大津、そうだからカリコこれ得意分野、お、あ、愛知県は名古屋、23区、北区、品川区、品川区、渋谷区、品川区、目黒区、豊島区、千駄ヶ谷、しかも練馬、新宿区、多摩、渋谷区、新宿区、渋谷区なんてある、渋谷区行った、中央区、北区、南区、西区、
西区とかないの？あ、ある、緑、違う、国会があるところとか、うん、あそこどこっすか？あ、取っていっちゃいませんよ、ライブやりたいけど、原宿とかの方に向けてこう、ウィーン、秋葉区千代田、千代田区、うわー23区とかさ、だってまず東京住みじゃないから、そう、それの諦めて東京に染まってないから、ほんと47都道府県のが難しいでしょ、全然東京とかに染まらない系アイドルだから、そうそうそう、やっぱそれ生きらないで行こうっていうスタイル、ライブやりたい県とかある？あ、確実に沖縄、とりあえず沖縄には行きたい、沖縄ね、海行きたいの、絶対沖縄行きたい、トワイスのね、トワイスの MV もあれ海、沖縄なんだよ、めっちゃ綺麗じゃない？絶対なんか違う場所のものあるし、って思わない？ビーチでない？え、でも沖縄めっちゃ綺麗じゃない？そこ、あ、ゆむらさん沖縄行きたい、なんだよと言われれば、いや、普通に47都道府県制覇しようよ、そういうビーチに行こう、スナミキャンプ知りたい、沖縄行きたいよね、そう、みんな、なんちゃら意外と出てこない、出てこない、沖縄やりたいよね、沖縄海行きたい、でも石川県行きたい、石川県うどん食べたい、あ、え、それじゃ京都行って抹茶パフェ食べたい、辻入りの抹茶パフェがもう一度食べたい、京都なら、ね、個人的に絶対行くからいいんだ、奈良は行きたい、京都お寺じゃん、奈良、え、奈良さ、ほんと鹿無理あれ、え、みんな鹿で通れないの、マジで、え、だから、あの、一人だけ行けなくて友達にこうやって引っ張ってもらった、しかもね、はい、鹿が座って寝てたじゃん、その上にカラスが止まったの最悪じゃない、最悪の最悪、友達になってたの鹿とカラスが、びっくりした、カラスマジで、しかも目の前に鹿がさ、あのするじゃん、それを違う鹿がさしてた、ちょっとマジで無理だった、鹿せんべいあげれない、絶対、え、でも鹿せんべい持ってるとすごい寄ってくるから大変だよね、そうだから近くにいた人に渡した、でもとりあえずだから京都に行きたいんだな、買わなかった、京都に旅行しに行きたい、もう抹茶の食べ歩きツアーするから、やりたい、抹茶好きなの、え、辻入りの抹茶食べ行きたい、みんな抹茶抹茶が一番好き、ね、じゃあ京都って、スラビ京都、京都行こう、あ、ゆずはんなりってしたい、やっぱ似合うじゃん、はんなりって感じの、うち、あんさんのこと、キツキツ好きやえ、あのね、習うの、だ修学旅行うちら京都奈良なんだけど、うん、あのね、バスガイドさんが絶対方言教えてくれるの、そう、めっちゃ可愛い、何習ったの、何習ったか覚えてないもん、ゆうこれ習った、はんなりはんなりしましょうかちょ、これね、友達がね、友達に言ったんだけど、そしたらそういう人、あ、本場の京都弁が聞けたーって言うので、このはんなりはんなりしましょうか、どう見ても嘘じゃん、可愛いなって思ったそうだ、京都に行こう、え、あのさ、そうだ、京都に行こうのあの、うん、映像あるじゃないですか、あの金閣寺みたいな、そういういろんな場所でさ、そうだ、京都行こう、 JR 東日本やってるじゃん、え、東日本、西日本だよね、西日本やってるじゃん、あれ修学旅行行く前にあの3年生がね、みんな体育館に集まって、あの映像を名所ごとに何十本も見させられるの、やんなかった、ん、ごめん、聞いたあのさ、そうだ、京もういい、え、修学旅行の時にすごい長々とビデオ見なかったってことでしょ、見なかった、怒ってる、さあ企画すればいい、ね、やめて夏の京都は暑いよ、いや、京都はやっぱり紅葉の時期に行きたい、確実にその時期がいい、あの飛び降りるところも一回行きたい、京都さ、じゃない、北海道の紅葉めっちゃ綺麗だった、清水寺いいよね、うん、北海道紅葉綺麗だったよね、綺麗だ、ちょうど紅葉だったんですよ、なんか写真多分あるけど、もう消したっけ、覚えてない、いや、あれじゃみんながさ、こうやって横側撮ってる、え、持ってる写真、そうそうそう、写真が消した、持ってない、持ってない、お寺で一番楽しかったの、なんかどっかのお寺さ、地下の真っ暗のくぐるとかあるよね、え、行かなかった、誰か、あのさ、なんか真っ暗の、なんかこう誰かのお椅子を触りに行くのみんな、なんかお椅子触りに行くやつあるよね、
ね、かりん盛り縁結びいつも言った言った言った女の子と一緒にやったの持ち上げるやつでもね持ち上げられなかったあれめちゃめちゃ重たいよね重たい持ち上げられた持ち上げられたえなんかのお寺にさふってやってもダメだった丸い重い鉄みたいなのじゃんあれもいいかあれでしょある意味縁だけ持ち上げられなかったユーザーも持ってたカリンだよカリンだよねだよねバカにされたえこれ持ち上がないえそうカリンもバカにされた動かないです動かないこれだけ持ち上げなくて悲しい全然いけるよいやなんかその隣のめっちゃ重いのあったじゃん、うん、あれは誰か持ち上げてたかもしれない全くダメだった一番軽いにしか無理あのいつも半数切ってるが持ち上げられたか持ち上げられた気がするもう色がな私でもリップないよユースも色ないよないねはいそんな感じで新靴デザインお披露目コーナーしますセタ悪魔の子だからすごいお寺行くとなんか呪われる体調悪くあの金曜日にデスラビッツ主催のラウドルフェスっていうライブがあるんですけどそのねライブから新グッズがドゥドゥドゥンってなりますドゥドゥドゥンはいかりんちゃんそれでは発表いたしますこちらとなりますじゃじゃじゃーんえみちゃんデザイントートバッグふぅーめよぴよぴよ前髪が今日すごく悪いはい、こちらですね、かわいい可愛いよね、サイズはですね、W13cm、H12.5cm ワイドねロゴのサイズだあ、ロゴのサイズでした、失礼いたし失礼いたし、トートバッグいくらとなっていますが、いくらでしょうかいや、わかんないまだまだわかんないから最初についてからのお楽しみ内緒でも可愛くないこのデザイン決定ですか、うん、はい、これで、うんはい、でも言わない方がいいんじゃないまだそうですねまだ言わないよ、ま、だ今このトートで決めて買いたくなるかもしれないじゃんやめよう言うのサイズは大きさはまず M ですあのね、割りかしでかい多分 A4 入るぐらい入ります、うん、はいこの間の配信でやった腕周りは全然間違えられます、うん、腕がこう腕肩から下げられるとは思いますまあ買って試してみてくださいはい、はい、じゃあこれが1個目です、はい、続いて2個目はじゃんラウドル T シャツの白と黒ですわーいスーパターン作ってくれましたこれは今週のラウドルから発売イエスさあ、トートもそうだけど、はい、ですそう、トートも両方、これ全部そう、3つですね、合計ラウドルから発売となりまーすわーいピンクのところ、ラメになりますそう、ピンクのところがね、印刷がラメなんだってラメなのすごくないこのピンクのやつがラメですはい、きらんだです2色展開だからね、カレーこぼすよって人はぜひ黒を着ていただいてねはいでもみんな両方買えばいい人は白で、ぜひおすすめは両方ですねうちらも当日はラウドル T シャツ着ようかなと思うんですねこの後ろのこのデザインこれが可愛いあ、これこれねこの柄がなんかあるみたいしかもこの辺裾に入る裾のなんかここに可愛いラッパみたいなラッパに入るんだってえホラメガとかさ、不正規とかいや、やっぱラッパの方がおしゃれじゃんメガホンだねいやラッパ型じゃん、あれってで、こだわってるけど、値段はラッパって何おる、すごいお金かかってる感あるでしょそれでも値段は変わらないいくらでしたっけ3000円です3000円です、はい、すごいわよ部長ティーよりお安くなってます部長ティーより安いわよでもラメ入ってるわよかわいいわよこだわってる買うしか2着ってさらに生地もすごい厚いいいやつです生地分厚いいいやつだってやっぱさペラペラじゃないって汗かきやすいじゃんライブってもうそういう時にその分厚いのって一番いいよね中もさ透けないしさ大事大事透けないのはめっちゃいい、うん、ね白とかさ透けるからさめんどくさいなって思うけど透けない普通のよりは透けないからタンクトップ着るの女の子も黒じゃなくて白もいいと思います1枚で着てもおしゃれです1枚でね、まあ、XL とか言ったらサイズ展開もあの S から XL まで全部あるからみんなね、着れると思います買ってねうん、ケンちゃんは黒買った方がいいと思う
あでも両方買って、シロわざとカレー食べてほしい、ゆず的には。でカレー食べた後にライブ来て、やっぱり汚しちゃったよっていうのがちょっと楽しみにしている感じ。汚しても黒を変え、あの着れる。ケンちゃんに関してはね、あの絶対的に黒がおすすめだけど、すごい白着てほしいんだ、うん、だから両方買って。なのでぜひラウドルネにはみんなこの3点セット買ってください。パチパチパチ、お揃いでいきましょう。お揃いでパチ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 、みんなでお揃いになろう。こういう拍手の人いるの超偉そうだよね。そう、なんか心がない感じの。ならもう拍手すんなと思う。それな、一人だけずれてる。ユスラビのみんないつもサイズ何着てるんだっけ？バラバラ。M かな。だいたいね、エミちゃんが XL でワンピース風にダボって着るの。うん、だからあのユズは L とか M、M かな？だいたい M で首切って。首切った。首切って T シャツインが多い。大体そうかな。でもエミもダボってワンピースみたいに着ないときは M。だから M か XL。うん、ウチョーティーとこのラウドルティーは XL、 あ、あれ L かな、わかんない。でもダボって着るのかわいい。絶対的に T シャツはね、首切りたくなっちゃうのね、うん、詰まってるから、ね、息苦しいの嫌だからさ、絶対首は切ります。 T シャツ得点券はつかないです。つかない、はい、まあでもめちゃめちゃお得な T シャツなんで今回は、はい、ぜひにみんなゲットしておそろしよう。おそろ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 、まあ、だから普通に物販、あの今回前物販するんで、前物販であの T シャツ買ってもらって、ライブの時にラウドルキー黒か白どっちか着て、ライブ終わって汗かいたなって思って特典会の時に着替えるように、黒か白どっちも買う、あのどっちか買うっていうのがすごい素敵な流れだなって思う。以上デスラビ2番、2回も出番かな、ラウドルは。そうです、2回出ます、デスラビ、デスラビ。もう自分のグループの名前言ってなくて、スラビって言った。年々年々年々コロリオ、コロリオ起きたね。はい、ね、1回目の出番の方が持ち時間長くて、2回目は15分かなです。だからぜひ1回目に間に合う人は1回目来てほしいよね。来た方がいい。あの出演者さんもみんな本当に素敵なね、ラウドなかっこいい方たちばかりなので、ぜひ最初から見てね、あの楽しんでいって、ラウドルフェス自体を楽しんでいっていただければなと思います。ゆいちゃん今日は大人っぽい。あ、そう、あ、多分ずっと下ろしてるからかな。最近ね、普通に下ろしてることがなかったから、なんかすごくこっち見てるんだけど、何、視聴率高いんだけど。視聴率高くしないで。もう一緒見ない。ありがとう。画面を見てもらってもいいですか？面白かった？面白かった。でかいね、このドレス。あれ、ハリーポッターに出てくるやつみたい。あ、見てないのか、誰も。あ、ありますか？ある？いいの？暗くできるの？めっちゃ揺れてるけど大丈夫。どうしてやんの？勝手にお店の照明を消す。シンプルに怖い。カリンの階段コーナー。心霊書道。はい、この時間が始まりました。え、地震あったの今日？マジパン。じゃあ前回何話したの？あのガムの話。あ、それエミね。あ、お風呂か。お風呂。じゃあ今日はエミ。え、カリンが3歳の頃に見てさ、あの香港の話は？あ、だけすごい。あれ、うちらが聞いたことあるだけ。ちょっと動画でそれでも出して。あ、そう、出したか。暗い暗い。でも見たことない人いるかもしれない。聞いたことない人。あ、じゃあちょっと、じゃあ今日はその話をしたいと思います。ちょっと失礼いたします。はい、これは私が3歳の頃に
テレビで見た話です。サムさんのこの話覚えてるの？覚えてる。かりんね、ちっちゃい子の話めっちゃ覚えてる。あ、かりんちょっとその前にちょっと今自分たちで消してすいません。もう電気消すから。やっぱりお店の照明勝手に消すのよくない。個室だからつける。いや大丈夫。すいません。ほんとすいません。脱線しますけど、カリアの前絵本の絵が動いてるの見動いてるように見えたことがあるの。やっぱあれだよね、あの体内記憶があるパターンの人だよね。あのお腹の中にいた時のお母さんの記憶を覚えてる。お腹の中どういう感じか教えてほしい。そうだよ。だってちっちゃい時絶対覚えてたでしょ。ちっちゃい頃ママに言ってたって言って。知りたい。お腹の中、自分が赤ちゃんのお腹の中にいた時の記憶がある人がこの世にいるんですよ。その人なんだって。え、でさ、でもちっちゃい時に覚えてる。大人になるとみんな忘れるらしいんだけど、そうか、3歳とかそういうぐらいの時に覚えてるんだって。喋れるようになったらそれをすぐ喋るんですよ、ね、覚えてる人。ね、それ前聞いたことある。なんかから先生かなんか話してたよね。あ、それでなんかかりんはあの猫のさ、ちっちゃいこういう本あるじゃん、100万回生きた猫。違う違う、のんたん、のんたん、のんたんのバースデー、のんたんの誕生日っていうね本がね、のんたんがねすっごいね揺れてたの。そういうのありません？絵本が揺れてるように見えたこと、ちっちゃい頃。めっちゃ毎日毎日毎日見えたの夜。そう、あ、それはまあ関係ないですけど、じゃあここからちゃんと話します。これは3歳の時にテレビで見たお話です。なんかついてる。じゃあ例いるかなと思って追い払ったけど今、主演上戸彩さん、これ人見るの面白い。上戸彩さんがお母さんとね暮らしてるんですけど、一軒家で、あれ一軒家でも2階建てだから一軒家だよね。でそれでその上戸彩さんのお母さんがね、あ、じゃあ彩ちゃんって呼びますね。あの友達かって。お母さんがお買い物に行ったんですよ。でそれで一人でお留守番ってなった時に、彩ちゃんはペリコの話？うん違う。本子は。本子は。チャラララーのやつ。彩ちゃん。チャラララーじゃん。そう、本子のメロディ。あ、これは関係ないですけど。なんかもう一本の話。チャララララチャララ。あ、それだそれだそれだ。それはよきも。よきもって隠すの。あ、それで、あの上田彩さんのお母さんがね、お出かけ行ったから一人じゃないですか、彩ちゃん。彩ちゃん一人なの。お留守番してて。で、そしたらその自分のお家、彩ちゃんのお家の隣の隣のお家で。ずっとピンポンピンポンミーマミーマミーモンってずっと鳴らしてる、もう白い服の長い髪の、もう絶対見たらお化けってわかる人のがこうやって押してんの。ピンポン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 って、ねえ寝ないでくれない？寝てないの？でピンポンピンポンって やってるんですよ。でそれであやちゃんはあれ、あ、隣の、あ、その方いませんよって言ったんですよ。そしたら急に入ってこなかった。言わなきゃよかったのに。あ、そう、言わなきゃよかったのにって私はすっごい思ったんですよ。そうだってさ、お化けってわかるじゃん絶対。かりんならわかる。だけどあやちゃんはあれなんですよ、もう言っちゃったの。優しいね、親切心で。そう、でもかりんも優しいんだけど絶対言っちゃダメって思った。でそれでそしたらもうその女の人が窓に鉄格子みたいな、なんか窓、鉄格子があるんですよ。なんかこういうやつね。そうそうそう、あれをね、鉄格子って中にハリーポッターで覚えたの。そういうことじゃん。あれそのアピール鉄格子のところにボンってお化けが来た。こうやってボンって張り付いたの。あやちゃんびっくり。でそれでなんかってなれちゃう。はってなってすぐに窓を閉めたの。窓を閉めてで2階に上がったの。お化けがリビングじゃなくて玄関から入ってくると思って、だから2階に上がって、そしたら上にいたの。なんとこれが、そう、
これがタイムスリップしていたの。タイムリープな。あ、タイムリープ。タイムスリップじゃない。違う違う。ワープワープワープ。あ、そう。ワープしていて。溶けかけちゃってるからそれ。めっちゃ怖くない？そしたらお母さんが帰ってきて、まあ、ハッピーエンドにはなったんだけど。え、そう、あとね。ハッピーなの？そう。で、あともう一つ話したくなった。何何何？あ、主演佐藤健さん。これ同じ流れじゃん。また。すごいサーソルキャンプの帰り道の私たちの車車内主演佐藤健さんなんですけど、これかりん本公演の中で一番怖いって思ってるやつなんですけど、あのかりんはそこの道路の近く通ったことあるんですけど、車 で電話ボックスがあるんですよ。なんか山梨県ね。そう山梨県。そう電話ボックスのところで電話してる女の人がいて、すごい不自然なんですよね。そうでも佐藤健さんと彼女さん、彼女乗せてるんですけど、あ、彼女が運転してるんだっけ。あ、まあ、どっちか分かんないんです。あ、彼女が運転してて、そう宿を探してるんですよ。宿かなんかを探してて、こう車を走らせてる時に女の人が、あ、いるな、え、変な人だなって思ってそこは通り過ぎたので、それでなんか民家みたいな感じのところがあって、ここで宿を聞こうと思って、それで佐藤健さんが降りて、その民家のところ行ったんですよ。そしたら誰かいるかと思うでしょ。だからすいませんって言うのも誰も来ないので、それで本当にすいませんすいませんって言って来なくて、一回車に戻ったの。そしたら彼女がおかしいの。もうなんか寝てるの。寝てて、でそれで起きてみたいな感じで、起きないし、でもう一回民家みたいなとこ行ったの。すいませんって言ったら、上からもうあれなの、かりんは最初背高い人かと思ったんだけど、階段から降りてくるね、女の人がね、もうここから上がないの。なんていうの、生首がないバージョン。そうそうそう、もう肩から下があるみたいな感じで、こうやって歩いてて、かりんめっちゃ背高い人かと思ったの。なんかすごいどこまで背高いなのとか思いながら見てたんだけど、そう本当に思ったんだけど、こうやって歩いて下がってきて、やばいって思って戻るじゃん。彼女寝てんの、早くエンジンかけてみたいな。でもお化けのトリックみたいな感じでエンジンがかかんないの。なんかさ、そういうパターンってエンジンかかんないじゃん。そうね。でやばいやばいみたいな、そうやばめだったんだけど、やばいやばいってなってて、で彼女がやっと起きてエンジンかかっていくじゃん。そしたらね、え、これね、仮の記憶曖昧、後ろに乗ってたかなんかだったの。あ、助手席に乗ってたの。あ、お化けが？お化けが、あの後ろに来た。あ、そうそうそう、お化けがね、後ろの窓。あ、違う違う。あ、違う、最初にこう走ってたの。そしたら急に前からお化けがボンって来たの。ボンと顔がボン。そう、顔がボンネットみたいなところ、ボンネットだっけ、いやフロントガラスだろ、フロントガラスにボンってきて、やばいじゃん 3D みたいな感じでなって、でその後ガソリンスタンドついて、ガソリン入れるために、後ろにまでペタ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 って 手跡があったの、赤の。怖くない？怖い。赤の手跡だから絶対血なの、それ血だって思った、かりんは。そう、そんな話、こんな真顔でやってる、シュールすぎん。え、赤の手形なの、だからそれは絶対血だもん。だって普通血だと思わないですよ。いや血でしょうな。あ、そっか。面白いこれ。え、でもカニすっごい話してて面白いの。え、でも、え、もう時間ない。でもカニの話から好き。また来週。じゃあまた来週やります。このお店閉まっちゃう。1個でした。そうで、このお店閉まっちゃう。終わりです。 OK、 どうでしたか。ふー、体力使わね、これ。楽しかった。新ネタ楽しみにしてる。いい話だったよ。テレビで見た話。はい、というわけで、今度は実体験。そんなところで告知です。まず一つ目、あのこの後ですね、あと約、うん、1時間20分後、恋せよ男子ボリューム2下北沢ライブフリックさんにてライブがあります。9時からなので、あのね、お仕事帰りとかも結構ね来やすいかなと思うので、ぜひ皆さん
遊びに来てください。ポイセイを男子だって。衣装もね、ロックな感じ。そう、今日の衣装は、今日はなんかロックな感じだから、ロックな感じなんで。はい、そう、ロック。ロケラーイ。ロケラーイ。DJ コウさん。ロケラーイ。そして、お次、明日ですね、7月18日は、音玉シーンマジック2018です。わーい。こちらの衣装はユーカーター。イエイ。やっほーい。3年に一度かもしれない。そう、3年に一度の浴衣、オリンピックとワールドカップの次にレア浴衣です。七夕みたいな。七夕は1年に1回の。あ、そう。それよりレアとか。おお。もう、織姫と彦星が会うよりもレアよ、うん、やばい、貴重。来てください。よろしくお願いします。じゃあ彦星に会いに来てください。次は織姫だろうな、どっちか。彦星男だ。まあ部長が彦星って考え方も。 あれ彦星会いたい、うん、やだわ。そして今週の金曜日は私たちデスラビッツの主催のラウドラフェスがあります。はい、これはランダムのレア付きがあるのと、あと大切なお知らせもたくさんライブ中の告知で発表するっぽいので、なんだって、皆さんぜひラウドル主催だし遊びに来てください。大切なお知らせだって。ちなみにステージも2ステージあるから。これはガチ。ユウたちも知らない。ガチだって。ガチの大切なお知らせ。どういうけど。そしてこちら7月28日7月29日はデッドリフトロリータさんと台湾ツアーに行きます。筋肉筋肉フォーシーファン台湾。フォーシーファン台湾。シャーリン。はい、そんな感じでね、台湾は本当に大好きな場所ですし、台湾のファンの方もいらっしゃるしね、みんなでまずどっかに行くって楽しいじゃないですか。そうだからね、ぜひみんなで一緒に台湾ツアー行きましょう。ツアーだからって飛行機が一緒とかそういうわけではないんだけど、ライブしてね、一緒に次の日はファンミーティングもやる予定なので、ぜひあれだよ、もしかしたらまだわかんないけどやるよライブ。あ、クラウドファンディングを皆さんが協力していただいたおかげでできるので、そちらの方の特典とかもね、多分いろいろあると思うので、コラボもあるので。そうよ、コラボあるの。デッドリフトロリータ、そう、コラボ曲の一部がもしかしたら解禁されるかもしれない。そろそろ1週間以内ぐらいにされるかもしれないから、そちらの方もお楽しみに。なかなかね、楽しい曲ですよね。はい、あの曲めっちゃ好き。サビの終わりのリズムが最高に楽しくて好きです。そんな感じ。楽しい歌だね。チケットは当日券のみです。なので現地で買うっていう感じですかね。そんな感じ。チケットは当日券、前よりはない。そして最後、これが一番大事、この夏の一大イベントです。8月12日 L1 グランプリ決勝戦があります。イエーイ。場所は新宿レニーです。はい、私たちデスラビッツ出番は7番目で、入場特典でさっきのねリストバンドじゃなくてラババンもつきますし、もう本当に何としても優勝したいライブなので、ぜひ絶対8月12日はねデスラビッツに時間くれると嬉しいです。うん、チケットは E プラスと、あと物販で手売りも発売してるので、ぜひ手売りでもね買っていただけたらなと思います。E プラスとかめんどくさいなって、そんな手続きとかめんどいなって思ったら、物販来てくれればすぐ買えるので、はい、来てください。そして女子会のお申し込みや本当にありがとうございました。ありがとうございました。7月22日ですね、台湾の前にあるんですけど、あ、そう、それのね、女子会のチケットの発券を早めにお願いしたくて、ファミマで発券できるので、皆さん女子会来てくれるよって方はぜひファミマでね、早めに発券。そう、フラッて買うね。そうだね、ゆずはチョコレート派です。あ、ね、抹茶だけどないって。え、スイカ美味しいよ、スイカ。抹茶出てほしいよね。抹茶早く食べたい、はい、飲みたい。そう、チケットもね、完売して、ありがとうございます。昨日だっけ、昨日か一昨日に、あと残り2枚だよって言ったら、うん、最後にね、駆け込みで来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。女子の皆さんは楽しもう、焼肉食べよう、食べよう、焼肉だそうだ。今ね、ショールーム見れてない女子の、女子会来るよっていう方にもね、今見てる女子会来るよって方がいたら、連絡とかねして、ファミマでチケット発券できるから早めにしてって、まあ、公式でもね、いろいろツイートもするんで、うん、そっちもチェックしてください。そんな感じですね、告知は以上になります。はい、
まあとにかく L1 決勝戦8月12日は来てほしいです、うん、はい、来てほしい。よろしくお願いします。お願いします。な感じですね。来週何時からでしたっけ。来週は、うん、マネージャーさんパンケーキ食べてる。かわいい、かわいい。来週は7時半ごろ。7時半ごろ、はい、です。19時半。19時半。え、さっきさ、これオーマイガッ、あ、ダンスの日、ね、はい、なので、うん、7時半からです。わーい、見てね。来週は普通にあの普通の場所からの配信だから、はい、あの普通です。まあ来週はね、もしかしたら前回先々週あのコーナー初めてやったじゃないですか。だから来週はねコーナーもやるかもしれないし、はい、そちらの方もぜひお楽しみにしていてください。はい、それではまた来週7時半からお会いしましょう。以上、デスラミランドでした。バイバーイ、バイバーイ。この後ライブ待ってます。9時からです。せーの、デスラソートバンザイ。バイバイビー、またのー、またねー。よっよっよっ、ありがとうございました。バイバーイ。